どうも、ハンサムクロチです。すいません、これは髪を乾かすったのに見すぎました。今日はドーナツを食べたいと思います。まあ、今のタイミングでドーナツと言われるとミスタードーナツなんじゃないかと思う方もいると思います。僕もミスタードーナツ食べようかなと思ったんですけど、欲しいのが売り切れちゃっててまだ買えてないんですよね。ということで今日は新宿駅のルミネの地下にあるカムデンズブルードーナツ、じゃん、カムデンズブルードーナツをに行って美味しそうなドーナツ買ってきました。僕の大好きなクリームブリュレのドーナツがある。その名もコアントロークリームブリュレ。やばいね。まあ可愛いのを3つくらい買ってきたのでそれいただきたいと思います。はあ、楽しみ。開けます。まず1個目。あ、そうそう、まずね、1個お伝えしたのはこのね、箱とかがすごい可愛いんですよ。見てください、これもう紙袋もこの中に可愛いし。というわけでまず1個目食べていきましょう。こちら、じゃん、見た目が美しいめっちゃ綺麗、ラズベリーピスタチオです。なんかさっくりとした生地らしいです。これはラズベリーのなんていうグレーズと、あとピスタチオがトッピングされてます。すごい美味しそうです。香りも素晴らしいです、ラズベリーの。じゃあちょっと味見して、ちょっと僕夕ご飯結構いっぱい食べたんでこれ味見してちょっとずつ後で食べたいと思います。あー美味しそう。いただきます。うん、まっ、初恋の味、ちょっと、まあ、ちなみにちょっとかじったところなんですけど、なんかこんな感じで、なんかケーキっぽい感じ、さっくりしててすごい軽くて食べやすい生地です。ラズベリーのグレーズがほんと甘酸っぱくてすっごい美味しい。香りも良くて、ほんと初恋の、こういういい匂いの女子いましたね、中学時代。ピスタチオもね、結構食感もアクセントになってて、結構大きめなんですけど、もう全然サクサク食べれる。お腹いっぱいなのにちょっと半分いっちゃいましたね、この辺で。点数は、うまいんだよな、だって高いもん。中半層です。これも美味しい。次、これ限定のやつか、限定のチョコレートのドーナツ。もうね、売ってないんじゃないかな、多分。これが期間限定のチョコドーナツ。生地はさっきと違ってちょっとパンっぽい感じかな。香りがすごくいいです。割と渋めのチョコレートの香り、ちょっと洋酒の感じもあるのかな。いい匂いです。ちょっとこれは一口だけいただきます。残りはもうほんと家族に。いただきます。うん、うまい。見た目はね、ほんとチョコたっぷりで、なんか子供も好きそうな感じかなと思うんですけど、一口食べるとちょっとフルーティーな感じです。オレンジかな。フルーティーな香りとチョコレートの苦味と深いコクと甘み、すごい上品なチョコレートのドーナツです。意外と大人の味で美味しい。これはね、これ8ハンサムにしてみましょうか。じゃあ次、このドーナツが僕が一番食べたかった。見た目の破壊力すごいなぁ。コアントロークリームブリュレ、濃厚なマダガスカルバニラプディングを包んだ生地に甘いクリスピーブリュレをコーティング、コアントロシロップのピピッと付き。問題はこれをどうするかですよ。このスポイトをね、押すの、押してみます。ちょっと溢れた、溢れてクリームを吸い込んだ。ちょっと待って、抜いた方がいい。好きなだけこれを押して、とにかくシロップがすごいです。せっかく全部かけちゃいます。中に入れるとクリームちょっと吸い出しちゃう。なんかとにかくフォトジェニック。ちょっと初めてだったからどうしていいか分かんなかった。でもすごい美味しそうです。いただきます。
マーマレードかな、オレンジかな、すごい爽やか。最高最高、中のクリームやば、クリームやばいです、超おいしい。スイーツ界の帝王だ、やばい。これもほんとおいしい。今ちょっと調べたんですけど、さっきシロップのあったじゃないですか、あれ甘いのかなと思ったら、コアントローっていうフランス産のリキュール、お酒のシロップみたいです。今ちょっと舐めてみたんですけど、甘さもあるんですけど、酸味とそれに付随したこうちょっと苦味みたいなものもあって、すごいこう味が引き締まる感じがします。オレンジ系のシロップ、なるほど、これが味を引き締めてる。ごちそうさまでした。十半様です。美味しい。まあ、生地がふわふわなのもいいですし、ブリュレコーティングもね、本当食感カリカリですごく美味しかったです。中のクリームもね、甘さ控えめで、でも香りがちゃんとあってね、トロトロふわふわで、それも美味しかった。そしてやっぱりコアントローシロップですよね。オレンジの酸味と苦味、そしてちょっとアルコールのね、味の深みみたいな。そういうものが加わっていて、味が締まるようなね、大人の味に押し上げてくれてるような、そんな感じがしました。また行きたい、別のドーナツも食べたい。あー美味しかった。このお店は代官山、横浜、新宿ルミネ、渋谷ヒカリエ、大阪梅田、心斎橋オーパ、心斎橋筋、はい、そういった、東京大阪に計7店舗ございます。東京大阪行けない方はちょっと残念なんですけど、食べれないんですけど、もしね、行く機会ありましたらぜひ食べてみてはいかがでしょうか。とっても美味しいドーナツ屋さんです。おしゃれだし、はい、というわけで以上、この動画が良かった方はコメント、高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。ハンサムクロージーでした。バイバイ。